おはようございます。おはようございます。おはようございます。モンクさん、ハレリア。モンクさん、ハレリア。ハレリア。おはようございます。今日は5月30日になりますね。明日で5月は終わってしまいます。はい、リエさん、マリちゃん、おはようございます。高テンポ弱い。今日はですね、ニコ生がメンテで、そして、YouTube がですね、ちょっとうまくいかないので、朝は YouTube なしでやりたいなと思います。 YouTube はやっぱり電波がたくさん必要みたいですね。ですからなかなか難しいので、朝は YouTube なしでいきましょう。ゆうさん、メロディーさん、おはようございます。ゆうさん、メロディーさん、おはようございます。ブランコ、ブランコ、まあ、ちょっと電波がよかったり悪かった。ナイフさん、おはようございます。ブランコ放送ですね。ブランコ放送、私たちの信仰は揺らいではいけません。私たちの信仰は揺れてはいけませんね。多くの人の、心は揺れています。しかし私たちの信仰は、揺れてはいけません。メロディーさん、今日も天使たちが元気でありますように。天使たちは元気だと思いますよ。気持ちが晴れますように。アメン。天使たちは元気ですよ。そう、みーちゃん、揺るぎない信仰ですね。アイスティーさん、おはようございます。あさってから6月です。あさってから6月です。緑が綺麗。そうですね、やはり今は緑の季節です。まあ、梅雨までは、まあ、もう少し梅雨まではあると思います。あと2週間ぐらいあるかもしれません。このいい季節もあと2週間しかない。意外と早いですね。アクヤさん、おはようございます。アクヤさん、ハレリア。サブレさん、おはようございます。黒柴さん、おはようございます。あ、最近なかなかブランコ見かけない。そうですね、遊具のね、公園の遊具の、まあ、事故が多いので、どっちかというと今は遊具が減ってるかもしれませんね。やはり遊具があるということは事故があるので、それを管理することは難しいかもしれませんね。タマさん、おはようございます。ナイフさん、おはようございます。ブロックノイズ、ちょっとわかんないですね。ブロックノイズが聞こえますか。何でしょう、ブロックノイズって。はい、ナイフさん、ありがとうございます。なんか許可がいるみたいですよ。なんか、複数配信はなんか許可がいるようで、そのやり方がちょっとわかりません。あやぽんさん、おはようございます。配信良好ですか？はい。ナイフさん、配信良好だそうですよ。緑をお見せしましょうね。皆さん、緑を見るだけでも、ね、何か癒されますよね。神様が私たちを癒すために緑を与えてくれました。花がありますね。これはツツジですが、こっちのツツジの方がいいですね。こっちのツツジ、雨がまだ、その雨の雫が残っております。それではメッセージいきましょう。新海さん、おはようございます。メッセージです。神様はどう思っているでしょうか。神様はどう思っているでしょうか。サミスミちゃん、スミちゃん、おはようございます。神様はどう思っている
いらっしゃるでしょうか。神様はこの全世界を作り、万物を作りました。神様は人間を作りました。神様に似せて作ったんです。しかしその人間が神様に従わずに悪魔に従っています。悪魔に従ってしまっています。そこに神様の、その、悲しみがあります。誰でもですね、自分の夫が裏切るとか、自分の妻が裏切るとか、ものすごい、苦しくなるじゃないですか。神様は、自分の作った人間が神様に従わないで悪魔に従っている、それは結局偶像崇拝なんですけど、その偶像崇拝をしていることに対して神様は大きな悲しみがあり、苦しみがあります。ナイフさん、ツイキャスプチプチですか、ごめんなさい。ルルさん、おはようございます。神様は、人間を愛しています。神様は、神様が作った人間ですから、神様は人間を愛しています。その人間が神様に岸従わないで、人間が偶像崇拝している、悪魔に岸従っている、聖書にですね、聖書に不従順の子らよという言葉があります。不従順の子らよ、イスラエルのことを言うんですが、イスラエルが神様の言うことを聞かないで偶像崇拝をしてしまう、イスラエルが神様の言うことを聞かないで偶像崇拝している、それに対する言葉です。不従順の子らよ。しかしイスラエルだけではなく、全ての人間が神様に不従順で、神様の不従順で好き勝手に生きている、神様に従わない、それが罪なんです。それが罪なんです。皆さん、罪という概念、すごく大事なんです。じいちゃん、進化論嘘ですか？進化論大嘘です。姉さん、もうあんなね、嘘をどうしてみんな信じるか、もう、信じられません。もう、あれです。進化論は大嘘ですね。大嘘です。ぜひ皆さん、進化論の大嘘を見抜いてください。気づいてください。皆さん、進化論によって生きる意味が失います。進化論によって人間の尊厳を失います。進化論によって、弱肉強食になります。進化論になってですね、人間は動物になってしまいます。進化論はまさに神を無視し、神を否定し、神様に従わないということですね。人間は神様に従わなくていいよ、神なんかいないよ、人間は神様によって作られたんではない、進化してできたんだから、人間は進化してできたんだから神様に従う必要はないんだ、神なんかいないんだというのが進化論です。まさに進化論こそ不従順、進化論こそ罪と言えるでしょう。皆さん理解してください。それは悪魔が言っている嘘です。悪魔が人間に嘘を言って、悪魔が人間に不従順を与えるための大嘘なんです。ジャンクさん、
偶像崇拝をしないようにイエス様だけを礼拝 しています。ハレルヤ、主を褒めたたえよ。アメン。パヨニアさん、おはようございます。ヒットさん、おはようございます。進化論が嘘な根拠をお願いします。じいちゃんが、証拠です。じいちゃんが生きている、じいちゃんさんが生きている、じいちゃんさんが今いる、それが証拠です。なぜならば、神様が作らなければ自然とできるわけないんです。じいちゃそさんが、素晴らしいじいちゃそさんが、よくできているじいちゃそさんが、傑作であるじいちゃそさんが偶然できるわけないからです。ナイルさん、あ、こっち来ましたか。本当おかしいですね。どうしたんでしょう。ニーカイさん、嘘を言っている悪魔を神様が滅ぼさないのはなぜですか。もうすぐ滅ぼします。もうすぐ滅ぼすのです。神のやり方があるんです。悪魔をすぐに滅ぼしたら、悪魔を信じている人間も滅ぼさなければなりません。悪魔を滅ぼす前に、人間を救ってから、人間を救ってから悪魔を滅ぼしするんです。YouTube はですね、治んないので、今日朝はですね、YouTube、しないように考えています。YouTube はですね、ちょっと、安定が悪いので、申し訳ないんですけど、朝はちょっと難しいです。サブレさん、ツイキャス電波が悪かった。ああ、そうですか。ツイキャス電波悪かった。すいません。モーカさん、イエス様の再臨は近いと思います。イエス様の再臨は近いと思います。アメン。そうですね、じゃあちょっと聞いてみましょうね。聞いてみましょう。はい、そういうわけで皆さん、進化論はまさに、不従順、進化論はまさに不従順です。ですからぜひ皆さん、進化論を信じないで、そして人類の罪は不従順だと思ってください。そしてその、神様はその不従順の罪に対して、裁きに来ます。裁きに来ます。神様は侮られる方ではありません。神様はその不従順を罰する方です。神様は正しい方ですから、その不従順を放置することはありません。神様はその不従順を罰しに来られます。神が人間を作ったのに悪魔崇拝している人がいる。矛盾してませんか。それはですね、人間をロボットとして作ったのではなく、自由意志を与えたものとして作ったんです。ロボットならば悪いことしないように作れるでしょう。しかし自由意志を与えたということは、悪いことをする、自由があるというか、悪いことをする自由がある。それが、人間なんです。人間というのは神様に似せて作られたんです。で、神様は当然自由意志があります。神様は誰からも強制されることはありません。神様には自由意志があります。そしてですから、神様に似せて作られた人間も、神様に似せて作られた人間も、自由意志があるんです。それは神の子として、神の子になることができるものとして作られたからですから、重視があるので人間は悪いこともしてしまうんです。パヨニアさん、いくら重視を与えると言っても、悪魔を信じる重を与えるというのはちょっと理解に苦しみます。
その代わりですね、住所を与える代わりに、その、神様はですね、その、イエス・キリストを信じる自由も与えられるというわけです。つまりイエス・キリストを信じるというのは強制されて信じるわけではありません。私たちがイエス・キリストを信じるというのは自由意志で信じるんです。まさに信仰というのは、自由意志で信じることなんです。信教の自由という言葉がありますが、ちょっと似ていますね。信教の自由、つまり、イエス・キリストを信じる信仰、その信仰によって救われるわけです。つまり自由意志がなければ、まあ信仰もないと言えるでしょう。自由意志があるからこそ不従順にもなるし、従順にもなることができます。強制された信仰ならば、それは神様は喜ばないでしょう。強制されて、ね、信じられても神様は喜ばないと思いませんか？結婚がですね、皆さん、結婚が強制されたら嬉しくないでしょ。結婚された、強制された結婚は嬉しくないじゃないですか。エリザベスさん、こんにちは。私は光を見ました。アメン。光を見ました。アメン。 I386 さん、すべて疲れた人、重荷を負った人は私のところに、来させなさい。私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげる。アメン。勝也さん、キューちゃんの配信を見ていたら肌がピチピチになりました。精霊エステですね。モーカさん、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり、3日目に復活されました。このことを多くの方に知ってほしいです。アメン。アメン。皆さん、十字架というのはですね、皆さん、十字架というのはイエス様が、天の父の天の父に対して従順に従ったということなんです。誰でも十字架にかかりたくないでしょう。誰でも死にたくないでしょう。しかし、イエス様は天のお父様従順でした。天の父の命令を、実行しました。それが十字架です。十字架というのは従順なんです。天の父に対して従順なんです。ですから私たちはそのイエス様の従順を見て賛美します。わあ、イエス様は命を捨てること、天から下ってきて、天から下ってきて私たちのために命を捨てるほどの従順なんだ。十字架の従順はすごい。その天のお父様はそのイエス様の犠牲、神様に、天の父に対する従順を見て、従順を見て、そのイエス・キリストのゆえに、イエス・キリストのゆえに、私たちの罪を許してくれるんです。私たちの罪を許してくれるんです。それは、私たちが罪が許されるのは、自分の信仰では、自分の行いではなくて、十字架の行い、十字架の従順によって、イエス様の義によって、十字架の犠牲によって、天のお父様がそのイエス様の従順を見て、完全な従順、完璧な従順、圧倒的に非の打ち所のない、全く罪のない、全く反抗のない、全く裏切りのない、完全な従順を見て、その十字架のゆえに、十字架のゆえに、そのイエス・キリストを信じる私たちが
私たちの不従順を許してくれるのです。私たちは罪人です。私たちは神様に逆らい、神様に反抗し敵対してきました。その私たちの不従順が十字架の従順によってキャンセルされ、許され、私たちを義とされる。私たちは、私たちはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従うことによってこそ、また聖霊を受けてこそ、その私たちの罪が清められ、許され、私たちは義と、従順な生き方ができるのです。みーちゃん、私たちは罪人です。イエス様に罪を悔い改めなければ救いはないと分かりました。従順になります。アメン。ハナさん、おはようございます。皆さん、私たちはいろいろ親に逆らい、まあ学校の先生に逆らい、上司に逆らい、夫に逆らい、また、牧師に逆らうようなものです。ローマ書にですね、すべての敬意に従いなさい、すべての敬意に従いなさいという言葉があります。もちろん、罪に従ってはいけません、罪に従ってはいけませんが、私たちはすべての敬意は、神様のが与えた敬意として、神様に従うならば、神様に従うならば全てに従うというか、私たちは、従順なものになる必要があります。すぐに怒ったり、すぐにカチンときたり、すぐに、反抗するようなものではなく、私たちは、柔和に寛容に、ある意味では全ての人に従順になる必要があります。私たちは神様に逆らうものではなく、神様に反抗するものではなく、私たちはイエス・キリストにあって従順なもの、神様に喜ばれる柔和なものになるべきです。エリザベスさん、神と天使だけを信じます。イエス様だけを信じましょうね。イエス様だけを信じましょう。私は人間が大嫌い、でもイエス様は人間を愛してますよ。エリザベスさん、イエス様が愛している人間を嫌ってはいけません。イエス様を、愛しているなら、イエス様が愛している人間を愛しましょう。隣人を自分のように愛する、それはイエス様の一番大事な命令なんです。ですから、イエス様を愛しているなら、イエス様の命令を愛しましょう。イエス様に従いましょう。ホラさん、川崎事件は無職の犯行でしたね。それでも無職万歳ですか。その方は怒りがあったようですね。お兄さんが、カリタス出身だったようです。ですからお兄さんに、何か、ひどいことを言われて、そのお兄さんが、お兄さんを嫌ってた、憎んでたようです。ですからお兄さんを憎んでたので、お兄さんを殺したかったんでしょう。その、まあ、恨みがですね、そのお兄さんに対する恨みが、関係のないカリタスの
子供たちに向けられたのかもしれません。八つ当たりですよね、八つ当たり。それはとんでもないことです、ね、あ、いとこですか、ごめんなさい、いとこですか。それはとんでもないことだと思います。多くの人は八つ当たりしてるんです。多くの人が罪を犯し、多くの人が、怒ったり憎んだり、自暴自棄してるのは、それは結局は、八つ当たりですよね。それは神様に対する不従順の八つ当たりなんです。神様に不従順ということは、神様に怒ってるということです。神様に怒るから神様に不従順なんです。人間の罪というのは、神に対する怒りと言えるでしょう。そして、神に怒りがあるから人に対して怒るのです。私たちは神に感謝するべきです。私たちは神様によって作られ、神様によって生かされ、神様によって十字架を通して救われたならば、私たちは神様に感謝すべきです。そして神様に感謝するならば、人にも感謝できるのです。神様に従順になれるならば、人にも従順になれるのです。結局多くの人は、神様の不従順のゆえにあらゆる罪を犯してしまうということですね。ぜひ皆さん、神様に対する罪、私たちは神を侮るものではなく、まあ、不従順というのはね、結局神を侮っているということですね。権威を侮り、神を侮る、ですから不従順なんです。不従順というのは、権威を侮っている、神を侮っているということです。ですから傲慢であり、また自己中であり、またしてはいけないことを平気でしてしまう、してはいけないことを平気でしてしまう、神を恐れず、神を無視し、神を侮る、それが不信仰であり不従順です。その不信仰と不従順に神が罰を与えます。神様は決して侮られる方ではありません。必ず復讐します。ですからぜひ皆さん、神様に対して、侮ってはいけません。悔い改めるというのはこういうことです。悔い改めるというのは、神様に侮ったこと、神様に不従順だったことを悔い改めることです。イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさい、自分勝手に行きました、あなたを無視し、あなたを冒涜しました、侮りました、それが悔い改めです。もう本当にこれが必要です。すべての人に必要なんです。すべての人にその悔い改めが必要なんです。すべての人に悔い改めが必要です。あ、もう時間忘れてました、ごめんなさい。では証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、ああ私は、自分に従ってて、神様に従ってなかった、イエス様に従ってなかった、自分に従ってた、また知らず知らず偶像に従ってた、しかしイエス様を信じて、イエス様に従うようになった、自分に従わず、罪に従わず、欲に従わず、この世の在り方に従わず、イエス様に従うようになって、従順になった、神様に従順になった証、スタート。ジャンクさん、不従順にならぬように主に毎日祈ります。聖書こそ真理だと確信しています。不従順にならぬように毎日主に祈ります。聖書こそ真理だと確信します。アメン。黒柴さん、イエス様を信じて電車の席を譲ることができました。アメン。神をあがめ人事を全うします。
神に感謝しかありません。あ、ごめんなさい、ちょっと「イエス様を信じて人生の方向が良くなりました」「ユウさん、今の私は寝ても起きてもイエス様」。素晴らしい、素晴らしいですね。寝ても起きてもイエス様、それは素晴らしいです。皆さん、一つ心になりましょう。一つ心というのは誰に心を向けるかということです。一つ心、これはとても素晴らしい。イエス様に一つ心、イエス様に一つ心です。できれば目も笑ってください。できれば目も笑ってください。今断酒中です。素晴らしい。もう2週間以上断酒でしたらいいですね。ぜひ成功してください。成功してください。パイオニアさん、毎日小さいですがステップバイステップで信仰生活をしたいです。アメン。信仰につまずかないように神様に見守ってもらいたいです。アメン。みーちゃん、キューちゃんにいつも喜びなさいと言われ実行したら良くなりました。良かったですね。そうです、喜びが力です。喜ばなければ楽しくありません。喜ばなければ生きる力になりません。多くの人は喜んでないために生きる元気がなくなってしまうのです。喜びは聖霊様から来るんです。イエス様を喜べば、イエスキリストを喜び、救いを喜び、神様に感謝するなら、神様に感謝するならば、喜びが来ます。喜びが来ます。いつも感謝を捧げましょう。イエス様に感謝を捧げるのです。そうするならば喜びと平安が来ます。喜びと平安が来ます。もし私たちが不満を言ったり不従順になったり不信仰になったら、途端に喜べなくなります。途端に苦しくなります。モーカさん、イエス様に従順に従って生きれるような日から罪を悔い改め解放されました。隣人を愛し優しくなれました。すべてが良い方向に変えられました。よかったです、よかったですね。キューちゃんの伝道が信仰の助けになってます。ありがとうございます。パウニアさん、皆さんが本当に来てくださって、感謝です。田辺さん、ごめんなさい、コメントはですね、忘れちゃ見忘れることもあります。しかし一応選んでるんです。ごめんなさいね。小さな喜びや幸せ、常にイエス様の愛と恵みを感じます。ジャンクさん、N 太郎さん、そんなことない。寝ても起きても自分だけだよ。寝ても覚めてもイエス様になりましょうね。寝ても覚めてもイエス様、自分に焦点を当てないで、イエス様に焦点を当てましょう。田辺さん、信仰的なコメントを打ってくだされば読みやすくなります。1386さん、
や、食欲、食欲、睡眠欲もですね、コントロールする必要があります。聖霊様によって初めて、御霊の実は自制というのがあります。御霊の実は自制。ですから私たちは聖霊に満たされてこそ、欲をコントロールできるんですね。そして従順もそうですね。従順はさっきも言ったように十字架が従順です。ですから聖霊様を受けてこそ従順になれるんです。ですから御霊に導かれて御霊に従っていくことがいかに大事かということです。御霊に燃えるならば、信仰に燃えるならば従順になれるんです。そして信仰に燃えるならば喜びが来るんです。問題は私たちの在り方です。私たちが不従順になり不信仰になれば途端に苦しくなるんです。ですからもし皆さん何か問題があれば祈ってイエス様に近づこうではないでしょうか。もう一度信仰に戻ろうではないでしょうか。私たちが信仰的になれば心が強くなり、喜びが与えられ、また感謝ができるようになります。また感謝すれば、辛い時こそ感謝すればまた平安が来ます。イエス様に感謝することを、忘れてはいけません。全てのことを感謝しましょう。全てのことを感謝しましょう。それでは時間来てしまいましたね。洗礼を受けたいなら田辺さんご連絡くださいね。洗礼を受けてください。イスラエル行きたいですね。神様がそういう時を与えてくれるかもしれません。今日の放送を聞いて、ああ今まで私は神様にを侮り、神様に不従順だった、自分に従ってた、自分の欲に従ってた、自分の欲が神様だった、これから悔い改めて、本当の神様、生きてる神様、本当の神様に対して、悔い改めて従順になりたい、イエス様を信じて神様に従順になりたい、神様に従順になりたい、そういう方はアメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。アンナさん、ナユさん、モーカさん、タラベさん、ユウさん、1863、ミカンさん、サブレさん、ニャオさん、ジャンクさん、アヤポンさん、ミーちゃん、もう呼ばない方がいたらごめんなさい。あやこさん、黒芝さん、真夏さん、はい、時々ですね、読めない時もあってごめんなさい。そういう時は許してくださいね。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。私たちは往々にしてあなたに従わず、しててあなたの教えを無視することがあります。ごめんなさい。私たちがどんな教えも従えるように助けてください。難しい命令、難しい教えもあります。でも私たちは、あなたを愛していますから、あなたの命令に従いたいのです。従う従順をください。聖霊に満ち、聖霊に満ち、喜んで自分の命も捧げるような、自分の命もあなたに捧げるような、そのようなイエス様のような従順をください。聖霊に満ち、聖霊に満ち、あなたに全く従順、全く従順、もうどんなことでもあなたに従う、もう何も反抗することがない、何も惜しまず本当にあなたに従えるような、十字架にある全く従順、イエス様が
全てを捨てて十字架にかかったように、私たちもあなたに、全てを捨ててあなたに従うような従順をください。聖霊に満ち、聖霊に満ち、あなたに従う従順をください。イエス様、今アーメンと言った方々が、イエス様を信じてそのような従順の生活になりますように、神様に喜ばれる、神様に喜ばれる人生が始まりますように、あなたに従う人生、不従順の人生ではなく従順の人生、従順の人生を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、それじゃあ皆さん、イエス様に従う人生こそ命に至る人生、イエス様に従うことこそ、神様の裁きを免れる人生、神様が喜ばれる人生、皆さん求めていきましょう。一緒に、一緒に、世の中の人たちは不従順の人生なんです。悪魔に従う人生なんです。しかし私たちは少数であったとしても、少数であったとしても、悪魔に従わず、この世に従わず、イエス様に従いましょう。イエス様に従って、天国を目指しましょう。パラダイスを目指しましょう。